どうも皆さん、エンプティブラックボックスです。おーいっす。今日俺たちはね、あのかの有名なリチャード・ヘンリー・ブラントンの銅像の前から、お送りしてるわけなんですけど、今日もね、あのライブ告知を、そうですよ、したいと思うんですけどね。次回はいつですか？次回は1月23日です、金曜日ね。金曜日、はい、場所は千葉ルックでございます。千葉ルックですね、はい、もう千葉ルックといったら俺らが熱いライブするとこで有名ですからね。超有名。俺の地元でもあるし、まありますし、もうちょんええー、ほんとね、ほんと地元はいいもんですよ。ぜひ皆さんね、千葉ルック、ワンマン前の最後のライブ、最終ライブですね。最後のライブになりますんでね、もしまだあのチケットを手に入れてないという人は、ね、その日に買っていただくか、はい、もしくはまだローソンチケットがまだ間に合う、まだ間に合います、残りわずかになってるみたいなんですけど、はい、まだ間に合うらしいんで、まだねチケットを手に入れてない人は、千葉ルックで、うん、チケットを買って俺たちの最後のライブ、はい、ワンマン前の最後のライブを、見てくれたら、幸いだと、そう思うわけなんですけどね、来てくれた人には特典があるんですよ今回も。そうです。何でしたっけ？ポストカードです。そうです。ポストカードです。EBB オリジナルポストカードの2月バージョンですね。そうですね。まあ、今回2月というわけでね、何ですか？節分。節分。節分の節分をかなりイメージした。本当ね、素晴らしい作品。本当に仕上がっておりますんで。ね、あの来てくれた人、全員、一応全員 ね、もしかしたらなくなっちゃうかもしれないんで、俺たちのステージが終わったらすぐね、あの EBB の物販コーナーに来ていただければ、うちのメンバーがね、あのお配りしますんで、ぜひ遊びに来てください。あとね、なんか久々だからガミ、なんか行ってみなよ。行っちゃえばいいのよ、大きい声でね。うん、ほんとワンマン前だからみんな来いよ。さっき言ったんじゃないですか。しかもでかかったし、これちょっと びっくりしてもなんか体育がね、怒られちゃったから。まあそんな感じでね、本当に2月7日のワンマン最後のライブなんで、はい、本当くどいようだけど、ぜひ、1月23日金曜日、千葉ルック、ぜひ遊びに来てください。まあ金曜日だからね、仕事帰りでも多分全然間に合う時間帯だと思うんですよ。そうですね、俺の地元ですから、うん、というわけで皆さん、1月23日千葉ルック待ってますんで。待ってるんだよ。いやね、バイバーイ。